はい、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はナイジェリアの土地の開発状況についてお話を聞いていきたいんですけれども、はい、まあ、前回お話しした通りナイジェリアその住宅が不足しているということで、もうどんどんその沼地とかさまざまなものを埋め立てて土地をどんどん開発してるんですけれども、今日ご案内するのはもうすぐに売れてしまうんじゃないかというような、うん、あの前評判の高い土地の開発になってますね。あ、そうなんですね、はい、結構広大な土地ですよね、写真見る限り。いや、そうですね、はい、本当もうすごい広いところ、森があったりとかですね、はい、沼があったりとか、そんな感じなので、うん、日本で取り扱うその建築の重機よりも結構大型のもので、しかもパワフルにもうバキバキこうあの森林もなぎ倒していくようなですね、うん、そういう重機がすごくこう望まれてまして。なるほど、はい、土地の開発ですごいこう人も精力的にバリバリと働いてましたし、はい、あとはナイジェリアの土地の開発に関しては必ずついて回るのがそのトカゲがいっぱいいるんですよ。あ、そうなんですね。サイズはあのこれぐらいのちっちゃいあのサイズなんですけども、とにかくいろんなあのカラフルなトカゲがですね、はい、もう土地の開発の現場には必ず、まあ、つまり伐採してどんどんその宅地造成をしていく過程で逃げていくんでしょうかね。なるほど。とにかく行く先々全部トカゲがたくさんいてですね、ちょっともう私は、まあ、トカゲ好きでも嫌いでもやっぱさすがあれですね、すごいいっぱいいるなと思って、はい、まだまだ自然の国なんですね。いや、そうですね、ですから、まあ、宅地造成すればすぐに予約申し込みが入っていくというような形で、うん、まあ、今回のこのプロジェクトについてはだいたいその、まあ、1万円から1万数千円というような形であの販売がされてましたので、まあ、最初のロットで300平米、だいたい90坪ぐらいなんですけれども、まあ、だいたい300万から400万円ぐらい、あと少し大きいと500万ぐらいの土地っていうふうなのが、まあ、ベースになっていて、はい、開発したらもうすぐに売れて、すぐどんどん建物が建っていくっていうふうな、うん、もうそういうすごいこう住宅の開発が盛んだなというふうに思いましたね。それだけビジネスチャンスがあるってことですね。いや、もう本当たくさんあると思いますのでね、うん、ぜひお声掛けいただければ現地でもいろいろご紹介もできますし、その不動産の購入もできますので。はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ものすごい広大な土地ですが、どうやらこちらに見える湿地帯、沼を埋め立てて作ってるみたいですね。こういう感じでどんどん埋め立てていっております。このように重機で、地ならしを行っております。砂を運んできて、このような山を崩してですね、どんどん、このように、埋め立てとかつあと地ならしをですね行っております。